15回にわたる審理を終え、今日判決の時を迎えました。裁判には長い拘禁生活で精神を蝕まれた袴田さんに代わり、姉の秀子さんが出廷。主文、被告人は無罪。静岡地裁は捜査機関による3つの捏造があったと指摘。1つ目は争点だった5点の衣類について。1年以上味噌漬けされた場合、血痕の赤みが残るとは認められない。5点の衣類は捜査機関によって血痕をつけるなどの加工がされ、味噌タンクに隠されたもの、つまり捏造と指摘しました。また袴田さんの実家から見つかったズボンの共布についても捏造と指摘。そして自白についても、苦痛を与えて供述を強制する非人道的な取り調べによるものと判断。先ほど裁判所から出てきた秀子さん、弟の無罪判決に安堵の表情を見せました。袴田事件、本当にひどい。司法権力の犯罪だ。司法や警察の犯罪、他にもたくさんあることを知っていますか？阿部金蔵は特にひどかった。大阪の国有地をネトーヨ幼稚園にタダであげて、問題になると財務局に文書改ざんをさせて、財務局職員の赤木さんを追い込んだ。阿部は伊藤詩織さんの強姦事件でもひどいことをした。阿部と写っているのが山口のりゆきだ。伊藤詩織さんを強姦した、どうしようもない犯人だ。山口は阿部のポン友、阿部昭恵の知人でもあり、くだらない阿部の本を書いている。山口が強姦の罪で逮捕されそうになった時に、阿部は山口を逃がしたんだ。逃がした男が中村角だ。こいつが警察庁長官をやっていた、という、これまた、とんでもない話だ。ね、ひどいでしょ？これが、阿部が関わった権力犯罪の一部だ。他に、たくさんの権力犯罪がある。阿部なんか、逮捕されて、刑務所に入っているのが当然だよ。自民党と検察が、一緒になって犯した犯罪。その中でも、ものすごく大きいものが、小沢さんの不当な捜査だ。自民党の政権を打倒して、政権交代を狙った小沢一郎さん。2010年、世田谷の土地の政治資金収支記載漏れの検察大宣伝にあった。小沢さんの出花をくじき、民主党を潰す意図のものだ。司法権力の闇は深い。よくよく目を凝らせて見ていかなければならないですね。